フォッカー W3 原型機フォッカー M7、フォッカー W3 はドイツの試作水上偵察機。服用偵察機として採用されていたフォッカー M7 を原型としてフォッカー W2 で使用したフロートを利用して水上機としたものである。ドイツ海軍に受領されなかった M7 の機体を改造して作られた本機の降着装置はフロート2機。 ビブのスキットもフロートに変更された。自重の増大に対応して、主翼を大型化し、上、翼をより高く持ち上げて必要な揚力の確保を目論んだ。逆、V 型に支柱を設けて、機械線を張り、支柱を増やして、主翼を支えた。エンジンは、M7 と同じく80馬力のオーバーウルゼル U01、機であった。完成した機体に、 W3 の名称を与えられた後、飛行試験に臨んだ。だが、飛行することができず、ほどなく、計画は中断された。残された W3 の機体は解体され、M7 に再度改造された。完成した M7 は、ドイツ海軍航空隊で、練習機として使用された。ABC ポール・リーマン、フォッカー・エアクラフト・オブ・ワールド・オーワン、ピアニッシも、51から52。 フォッカー W さん、2013年7月17日閲覧、ありがとうございます。